ともやテニスチャンネルのともやんです。ちびなだるです。はい、今回はラケットのインプレということで、はいはい、今日はこれですか。いや、はい、あ、いやこれではなくてちびなだる愛用のラケットですね。そうですね、はい、今回はこれです。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃん、プリンスのファントムですね。はい、ファントム、これ何がすごいって皆さん驚かないでくださいね、はい、じゃじゃん、 iPhone ぐらい薄いです。はい、iPhone11 ぐらい薄いですね。はい、もう見た時びっくりしました、ね、はい、これやばいっすよね。グリップ2で、そうですね、まださらにここもっと細いから、そうですね、グリップより細いって、そうそうそう、もうね、だからなんか持った感じ、先軽く感じますね。はい、実際まあちょっとスペックまだ読んでないんですけど、もう打感だけはしっかり感じていこうかなと思いますので、ファントム使ってるって言ったらなんかイメージがね、はい、上杉海斗選手とか、そうですね、もうバコバコ打ってるイメージなんで、はい、あんなボールが打てるのかなと思う、はい、今日はやっていきたいと思いますので、はいはい、僕ちなみにこんなん言ったらあれなんですけど、プリンスだけ使ったことないんですよ。あります？僕もないです。あ、ないですか、はい、プリンス初です、はい、本当に初プリンス、ちょっと楽しみですね、だから初めて使うんで、はい、新鮮ですね、はいはい、じゃあちょっとレビューしていきたいと思います。はい、お願いします。
うん、うん、うん、ファントム、はい、使っていきました。はい、まあ感想としては、うん、薄い分、まあ、まあちょっとイメージ通りではあったんですけど、薄い分インパクトの時にちょっとこういう感じ、そうですね、わかります、ちょっと負ける、当たった時にね負ける感じというか、はい、まあ、先が軽いんですかね、うん、まあ軽いイメージを持っちゃいますよね、はい、こんだけ薄いと。なんかグリップ部分の方がものすごく重たく感じてしまって、インパクトの時にこうちょっと負けるイメージを持ってしまいましたね。でもこれ僕ちょっとガットじゃないかなっていうのはあるんですよ、僕のこの感覚として。これ今ハイブリッド貼ってるんですね、縦ポリで横がナチュラルでは、ま、なくマルチ貼ってるんですよ。ですのでちょっとこうなんていうのかな、柔らかい、だからポワーンという感覚で当たってしまって、結構弾きが強いというか弾離れが早いイメージがあったんですよ、感覚として。これだからポリポリにしてね、ちょっと食いつくガットにしたら、うん、ちょっと分かんないですけど、いいんじゃないかなと、はい、うん、ストローク正直言って僕はちょっと向いてないかなっていう、まあどっちかというとフラットなんですけど、そうですね、そのスピンも多用するうんうんうん、合うかなって。使ってる選手あれですもんね、はい、フラット系多いですもんね。そうですね、ウエスかなりとか、うん、坂井選手とか、ね、そうやね、そうやね、まあ、単純に憧れてちょっと欲しいかなみたいなのもありますそうですね、はい、まあ僕この穴開きのせいかもしれないですけど、打球音が、はい、プリンス独特の、ね、シュッていう、そう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 、オースリー独特のシュッっていう感覚があるんで、はい、振り抜きはむちゃむちゃいいですね。そうですね、もう振り抜き感はありますね、すっごい、なんかもうラケット振ってるけど、もう風の中手を振ってるような感覚ですよね、はい、まあ穴開きのこのオースリーの、オースリーでこのラケットの側面とか上にね穴開いてることを、まあ、O3 のジャンルで言うんですけど、はいはい、これのおかげでラケットのスイングがかなり、スムーズにできるかなと思います。ストロークはどっちかというとこうブンブン振ってフラット系の方にはものすごく合うと思います、はい、そして、まあ、打つんでそういう方ってポリエステルを縦横に貼った方がいいんじゃないかなと思います。また変わってきますよね、変わってきますね、種類によって、はいはい、かなり変わってくると思うので、ラケット自体が硬いのでガットがちょっとこう食いついてくれるガットを選択してもらえれば結構いい打感になってくるんじゃないかなと。またこれねチョイス変えるだけで全然違うんでね、ガットって僕普段グラビティ使ってるんですけど、ガット変えるだけで全然違うラケットになるんで、はい、ガットもいろいろ試してもらっていいかなと思います。はい、はい、でボレーもしたんですが、ボレーはまあ安定の、そうですね、もう助けてくれる感覚が一番強くですね、はい、やっぱり逆にボレーってこういう薄くて硬いラケットの方がやりやすいんですよね、はい、こうなんかなんでかわかんないですけど助けてくれるんですよね、まあ威力がある分打ち負けにくい、はい、ラケットが重たいんでしっかりしてるんで打ち負けにくいっていうのがあって、ボレーはかなりしやすかったかなと思います。はい、僕でも一番打ちやすいショットがあったんです。何ですか？サーブ。サーブですか？はい、サーブ振り抜き良すぎて回転系めっちゃ打ちやすいです。ちょっとフラットはちょっと打ってないんですけどスピン系とか、まあ、スピン系が多かったかな、スピン系、まあ、セカンドサーブ僕スピン系なんですけど、そうですね、スピン系かなり打ちやすかったです。はい、はい、やっぱりこの穴のおかげか、そうですね、振り抜きがいいのに多分すごいスイングスピードちょっと上がると思う、うん、ああそうだね、そうだね、絶対そうだね、回転かかるんじゃないかなって、勝手にこうラケットがこっちにシュッと行ってくれるイメージですね。はい、はい、だから全部サーブで勝てるんじゃないですかねこれで、はい、上杉選手とかもサーブむちゃくちゃ速いですね。速いですね、ね、ここは穴の効果ちゃいますかね絶対打ですよね、はいはい、まあ、全ショット打っていきましたが、はい、はい、ストロークは僕はちょっとまあ打ち負けるというかちょっと足りなかったかなとは思いましたが、ボレーサーブはかなり気に入りましたね。はい、はい、まあガットもいろいろ試して、皆さんお試しください。はい、あ、なんかありますか？いや、まあ特にはもう全部言いたかったんで、ありがとうございます、はい、ぜひよければプリンスのファントム使ってみてください、はい。